鶴光一の世界第10話選択。人は普段何に基づいて行動しているのでしょうか。自分を突き動かす源は何でしょうか。今あなたが一日の中で最も時間を割いていることは何ですか。そのことがあなたの人生の中であなたが一番価値を与えていることであることは明らかです。現代人が最も時間を割いていることといえばそれは仕事でしょう。基本的に人が仕事をするのは生き延びるためであると言えるでしょう。人が仕事にどんな意義を見つけたとしてもそれはやはり生きるためという基本を外れることはなさそうです。ではあなた方を仕事に駆り立てる原動力は何でしょう。一言で表現するならそれは幸せのためということになるでしょう。幸せになるためにあなたは毎日行動し続けているわけですが、どうして人は幸せを得るために仕事をするのでしょうか。当たり前だと思い込んでいるだけで、人はあまりその理由を考えたこともないようです。幸せになるために本当に人は仕事をしないといけないのでしょうか。自分には好きなことをする力がないと信じている人は、現代地球人の大半はそうなのですが、幸せになるためには基礎をコツコツと築き上げなければならないと信じています。恐れから出てくる発想です。マイナスの想念世界で発想すると人は自分を守るために思考が流れます。幸せの想像に意識は働かず、自分を守る方に意識が向いてしまいます。守ろうとする思いが敵を生み出すというのに、働かざる者食うべからずという強い強い価値観が今の地球を覆っています。働かないと生きていけないと固く信じていますが、決してそういうわけではないようです。そう信じているからそんな現実社会を見ているだけだと伝えられました。私は人に左右されず、社会に左右されず、自分に素直に自分の好きなように生きていくのだ、好きなことをしているだけで絶対に生きていけるはずだという生き方を他の人に先駆けて始める人たちが出始めました。この地球の変容の時期に、そのために地球にやってきた人たちが積極的にそんな生き方を始めています。これを読んでいるあなたもきっとその一人でしょう。これを読みながら魂が感応しているとしたら、それが証拠です。貨幣経済社会とは基本的には奪い合いの仕組みですが、お金のない社会では人は与え合わない限り生きていけません。お金なんかなくても生きていけるのだと誰かがそんな生き方の手本を示すことによって、これまで通りの生活に嫌気を感じていた人たちが新しい生き方に同調してきます。誰かが勇気を振るって、これまで通りの飲酒的生き方にさよならをして、新しい生き方をしてみせる必要があります。あなたもきっとそんな人たちの中の一人ではないでしょうか。我々人間が根本創造神から与えられている能力は創造の自由と選択の自由であると、初めに伝えられました。私は長い間このことの意味が分かりませんでした。人は誰でも自由を求めますが、それは好きなことをしたい自由であると考えたからです。選択の自由が与えられたとしても、行動が自由になるとは思えなかったのです。自分には力がないという考え方で今までうまくいかなかったのなら、自分には無限の力があるという考え方を選択してみることも可能です。あなたが信じ受け入れた考え方は、やがて時間の経過とともにあなたの現実の中に浸透し現れてきます。望む結果を手に入れるのに必ずしも行動しなければならないわけではありません。そう思い込まされてきただけです。より有利になりたい、より都合よく、より豊かに、より良い環境で、より優れるためあなたは行動を取り続けてきたわけですが、そろそろそんな幸せになるために
何かになってみたり、何かを手に入れてからという考え方にしばし別れを告げ、単に幸せでいるための考え方を選んでみるという生き方に挑戦してみてはいかがでしょう。選ぶだけで幸せが手に入るだなんて、そんな虫のいい考えが通用するかしら、という考えが浮かんできたとしたら、ただそのことに気づいていてください。あなたの現実はあなたの選択の結果にすぎません。では何を選択すればいいのか。ただ単にあなたの都合のいい考え方を選んでいけばいいだけです。ただ単にあなたにとって有利と思われる考え方を選んでいけばいいのです。実は今もあなたはあなたの選択の結果、今の現実を見ています。あなたに今見えている環境は全てあなたの選び取った考え方の結果なのです。あなたの受け入れた考え方が状況を生み出します。この世にはあなたに災いをもたらす敵がいるという考え方をあなたが抱いている証拠として、あなたに災いをもたらす人物や環境が現れてきます。テレビニュースで流される殺人事件を見るのも、この世には自分の利益のために人を殺める人がいるのだという考え方をあなたが受け入れてしまった結果として、あなたのその信念を見せられているにすぎません。人は互いに理解し合うことは不可能という信念の鏡として、あなたの前にあなたを理解してくれない人が現れます。あなたを分かってくれないその人は、あなたの信念が作り出した映像です。その人に、あなたは私を誤解しているのよと弁明を100回試みたとしても、その努力は徒労に終わるでしょう。人の認識を変えようとせず、あなたは自分の考え方を新たなものと取り替えることによって、簡単に現実である他人があなたへの認識を変え始めます。あなたがあなたを批判するその人を理解してあげてください。この世に他人はいないという考え方を選び取ってみてください。そんな世界に誤解は存在のしようもありません。今時代が大きく変わろうとしています。どうして社会が変化するかというと、あなたの抱く信念を変えることによって社会が変わります。革命や活動によって社会が変わるわけではありません。時代の変化とは意識の変化のことですが、それは単にあなたがこれまで抱いてきた信念を手放し、新たな信念を抱くことによって起きてきます。であるならば、あなたにとって都合のいい考え方を選び取ってみてはいかがでしょう。そうすればあなたにとって都合のいい社会が必ず現れてくることでしょう。都合のいいように考えればいいのですよと言うと、じゃあ嫌いな上司がいなくなると決めてしまえばいいのですねと問うてきますが、その人はまだ自分には嫌いな人がいるという信念は握ったままですから、上司が目の前から消えたとしても、また新たな嫌いな人を引き寄せてくることになります。目の前の敵を払いのけようとするのではなくて、自分が人を嫌う原因の考え方を変える方がずっと効果的です。自分が上司を嫌っているわけを探してください。私がまず初めに皆様方に選択してほしいのは、幸せになるために必要なものなど何もないという考え方です。幸せになるのにお金はいりません。幸せになるのに恋人は必要ありません。幸せになるのにどんな環境も必要ではありません。こんな考え方を信じていると、今この瞬間が、そしてどんな瞬間もとても幸せに思えてきます。生きている毎瞬毎瞬が至福の時へと変わります。これが手に入ったら、こうなったらといった未来の幸せに意識を向けるのはやめにしましょう。そして次に手放してほしいのが、働かないと生きていけないという固定観念です。現代社会の根底にある固い固い価値観です。決してそんなわけではないのですが、そう信じている人たちがそれを真実として体験しているに過ぎないのです。もしあなたが
過去の経験に照らして私の言うことを判断しようとしたら、私には私の正しさを証明する術はありません。あなたのこれまでの体験があなたの正しさを証明しているのですから、あなたが受け入れた考え方を真実として体験しているのですから。ですから勇気を振るって新しい選択をしてみてください。あなたの正しさをこれまであなたの現実が証明してきたように、新しく受け入れたあなたの選択も正しかったことが証明されるようになってくるでしょう。もうこの世で何が正しいのかといった正しさを探すのはやめましょう。過去の実績が証明する正しさを握っている限り、あなたは今のジレンマの社会から抜け出すことはありません。ある考え方が正しいか否かの判断にはどんな意味もありません。あなたの選択した考え方があなたの真実となってきます。豊かになるにはお金が必要という考え方から、私の内側には無限の豊かさがもともと内在している、無限に豊かな私にどんなものも必要がないというシンプルな考え方に変えてみてください。ああそうしようと単に選ぶだけであなたはそうなります。他にどんなことも必要ありません。簡単すぎるからといってあなたは疑うこともできますが、疑ってどんな利益があるでしょうか。ああそうかと受け入れたとして、一体どんな不利があるのでしょう。我々が神から与えられた能力は選択の自由です。幸せは選択することによって得られます。長い間我々は活動することによって幸せを手に入れようと努力してきました。安心を得ようとして武器を作り、作った武器によって不安を感じてきました。病気をなくそうと膨大な努力をして病人を増やしてしまいました。働かなければ生きていけないという恐怖の価値観を選んだことによって、神の子である我々人間はこんな葛藤を体験することができました。地球そのものである我々人類の集合意識はもう別の選択をしています。もう葛藤は終わりにしようと決めています。あなたが神から与えられた選択の自由の権利を行使してください。ただそれだけであなたはこれまでと違った生き方が可能となります。あなたは選択することによってのみ自由となります。あなたを変えられるのは神であるあなただけです。あなたは万能です。あなたはすべてです。この考え方をあなたが選択したとき、あなたはそうなります。